短い時間で自分を伝えられたと思うので、今回は丸とさせていただきました。合格です。モアのところは正直そんなになくて。どうもこんにちは、信頼よりメンバーのバラマツです。おなじみの岡本さんです。うずうずの岡本です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回は前回の動画でこちらなんですけど、ガーファムの一社と人気 IT メガベンチャーに合格されたモア君に実際の面接を受けていただこうと思います。どうぞ。失礼します。こんにちは、どうぞおかけください。失礼します。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、本日面接スタートしていければと思います。はい、それでは自己紹介からお願いします。はい、明治大学情報コミュニケーション学部3年の川崎と申します。大学では、文系、例えば、歴史だったり哲学みたいな文系チックなものから、数学、プログラミング、脳科学みたいな理系チックなもので幅広く、リベラルアートに学んでいるんですが、特に大学1年生の頃から行動経済学というところを専攻しておりまして、現在でも、2月の学会に向けて、論文を執筆しております。また、大学生活大きく3つのことに注力いたしまして、1つ目は学業、2つ目は部活動、3つ目がビジネスチックなところに注力してまいりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と、部活は何されてたんですか？硬式テニスですね。硬式テニス、はい、結構強いんですか？いや、あまり強くないですね。あ、そうなんですね。了解です、了解です。ビジネスチックなところっていうのはどんなことをされてたんですか？そうですね、これも大きく3つありまして、1つ目は、海外インターンシップ、2つ目が、長期インターン、3つ目が長期業務委託なんですが、1つ目に関しては大学1年生の時に、4ヶ月間、インドネシアの方で、マーケティングのインターンをしていました。で、2つ目の長期インターンに関しては、国内で、100人規模の、外資系 IT 企業において、自分以外全員外国人というようなところで、長期インターンを行っていました。その長期業務委託というところでいうと、マイクロソフトの、Azureわかりますか？はい、わかります。クラウドの、そうですね、はいはい、あれの、プロダクトマーケティングマネージャーとして、いくつかプロジェクトをやっているというような状態です。へえ、なんでその Azure のプロダクトマネージャーに、なれたんですか？なんかあんまりそういうポジションなかなかいられなさそうだなと思うんですけど、はい、自分の、知人がもともとマイクロソフト本社の方で、働いておりまして、でその人の上司が、まあ、実際、日本のインターンシップはそのリアルの業務とかけ離れているので、まあ、今後日本から、まあ、より、まあ、良いグローバル人材を輩出していきたいという思いから、優秀な、人を紹介してくれているふうにその自分の知人のところに行きまして、でその知人から自分が紹介されたというような形ですね。へえ、なかなかすごいエキサイティングなインターンというか、あの業務委託ですね。はい、かしこまりました。それはどれぐらいの期間やってたんですか、マイクロソフトは？そうですね、10月からやっておりますので、5ヶ月、4ヶ月。5ヶ月ぐらい。4ヶ月ぐらい。4ヶ月ぐらい。今もやられているんですかね。そうですね。かしこまりました。ありがとうございます。では、いくつか別の質問を聞いていければなと思うんですけれども、はい、ですね、自分を一言で表すなら何かみたいな感じだとどういうのありますかね？そうですね、よく友人から言われるもので言うと、同じ24時間を生きているとは思えないと言われています。もうちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね、それこそ、先ほど言ったように幅広いことに学生時代取り組んできて、他の人だと例えば2日間、3日間かかることを1日でやっているというような意味で、同じ24時間を生きているとは思えないというふうによく言われます。こう他の人が見た時にそんなにたくさんのことできるなんてすごいなっていう、そういうふうに思われてると思うんですけど、なぜそんなにこう他の人の何倍もできるなって思いますか？そうですね、まあ、それはやっぱ自分の大学受験の失敗、父への憧れっていうところがモチベーションになってるかなと思います。教えてもらってもいいですか？そうですね、大学受験に関してはその、まあ、もう少し、上の大学を志望していたんですが、まあ、そこ受験失敗してしまいまして、結果的にこの明治大学というところに入りました。で、まあ、過去、の受験で、まあ、あまり失敗したことがなかったというようなことから、これがまあかなり大きな挫折となってしまいまして、まあ、自分が置かれた環境で、まあ、より、まあ、ベストを尽くしたいというような
主に至りました、うん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 、父への憧れというところで言うと本当に幼い頃から、父とよく話しておりまして、うん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 、そうですね、小学生の時とかは、ここにあるペンを持ってこれを俺に1万円で言ってみろみたいな、そんなことを言う父親でして、はいはいはい、まあ、ただ本当に仕事を頑張って家計を支えてくれて、うんうん、そういう父親を自分は尊敬していて、で、まあ、自分も将来こんなお父さんになれたらなというふうに思ったので、うんうんうん、まあ、そんなかっこいいお父さんになれるように頑張っているかなと思います。うん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 、了解です、ありがとうございます。それではですね、続いての質問なんですけれども、はい、今って結構何社か選考を受けてるんですね、きっと、はい、こうその中で複数社内定もらった場合ですね、はい、こう最後の決め手、これで入る会社決めようみたいな、うん、そういう基準とかあれば教えてもらえますか。そうですね、最後は人ですね。うん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 、もうちょっと具体的に教えてもらってもいいですか。そうですね、まあ、いろんな人があると思うんですけど、自分は、2種類定義していてすいません大丈夫ですよ。1種類目が、尊敬できる人で、2種類目が一緒に飲み行きたいなって思います。というのも、その、まあ、例えば尊敬できるだけであれば、そのなんだろうな、なんかすごいかっこいい、すごいなと思うものの、一緒にいて楽しいなとはなかなか思わないかなというふうに思います。で、また後者の飲みに行きたい人というところで言うと、一緒にいて話して楽しいなと思うものの、ビジネス的に尊敬できるかとは限らない、まあ、つまり一緒に、仕事をしてスムーズじゃないかもしれないと思うんですよね。なので、この2つを満たした人がいいなというふうに思ってます。うんうんうん、かしこまりました、ありがとうございます、うん、こうそういう尊敬できて、はい、一緒に飲みに行って楽しそうだなっていう、はい、ここの両方が重なっている人がたくさん多い会社を最終的に選ぶかなみたいな、うん、そうですね、自分があった中で多い会社ですね、うんうん、はい、こう実際、うん、こう尊敬できるかどうかっていうのって、はい、マイクロソフトで一緒に働いてる姿見た人だと、あ、この人すごいな、尊敬できるなって分かると思うんですけど、はい、そうじゃなくてこう働いてなくて選考を受けてるだけだと なかなか分かりづらいのかなと思ったんですけど、うん、なので自分がじゃあどういう人を尊敬できるかっていうと、うんうん、大きな夢を持ってそこに向かって努力をしている人を尊敬できるんですよね、うんうんうん、なので例えば、面接であれば逆質問で、将来の夢だったりキャリアプランとかを聞いて、そこに向かって今何をするかっていうのを聞いてみたり、インターンシップでも、まあ、そういうことを聞くことによって、この社員は、しっかり長期的な、もう本当にできないことであっても大きな夢を持って行動している人なのかなっていうふうに判断してました。うんうん、かしこまりました、ありがとうございます。あともう一つの、その飲みに行って楽しいかどうかも、はい、飲みに行かなきゃ分かんないのかなって思ってたんですけど、 そんなことないんですかね。あ、なので飲みに行ってます。あ、そうなんですね、はい、その選考を受けている会社の人と飲みに行っているって感じなんですね。そうですね、飲みに行ったらどんな話するんですか。飲みに行ったらそう、本当にたまらない話もしますね。あのもちろん例えば将来何したいのとか、なんだろう、他の会社内定したらどうするみたいな、はいはいはい、話もあるんですけど、なんだろうな、趣味何なのとか、はい、でも例えばじゃあ自分がテニス好きなんですけど、あ、僕もテニス好きなんだよねみたいな、テニスの話になったりとか、あと自分はそのワインがすごい好きで、ワインソムリエの勉強しているので、飲みの場にワインがあったらその話とかをしたりはしてます。へえ、あ、そうなんですね、はい、ワインソムリエの勉強し、めちゃくちゃ楽しみですね。そうですね、テニス、ビジネス、ワインみたいな。そうですね、ワインは何ですか、何、美味しいから好き、楽しいみたいな、好きみたいな。そうです、美味しいから好きになりました、ね、かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあまた別のところを聞いていければなというふうに思うんですけれども、はい、今そのさっきもちょっと話してくれた分と重なるかもしれないんですけれども、はい、こう今現在の自分を形成した、作り上げた出来事、どういうものがこう印象深い出来事であるかなみたいなところを教えてもらえますか。そうですね、本当に、まあ、直近で今の自分を形成したというところで言うと、大学1年生の時に参加した海外インターンシップが今の自分を作り出しているかなと思います、うんうん、へー、もう詳しく教えてもらってもいいですか。そうですね、その大学でそのインターンシップっていうのがかなり自分にとって大きな意思決定でして、そのというのも参加前自分は英語が本当にできなかったんですよ。でもちろん海外では英語を使った。で、加えて、それが長期的にやらないといけないし、チームメンバーにもインドネシアの方がいたんですよね。なのでコミュニケーションも外国語で行うということもあって、まあ、かなり自分にとってハードルが高いできた。で実際に今4ヶ月間っていう、期間を通してそれを乗り切った経験から、その、まあ、自分ができないかなと思ったり
まあ、少し、うんうんうん、どうかなと思ったことでも挑戦するっていうのがいかに自分の成長につながるかっていう、うんうん、まあ、経験しまして、でそれが今のさまざまなことへのチャレンジにつながってるかなと思います。うん、4ヶ月間インドネシアにいたんですか？そうですね、インドネシア行ったことなかったんですよね、きっとその時。 あったんですね。そうですね、それこそ参加した理由のうちの一つが、自分が2歳ぐらいから毎年3週間から1ヶ月ぐらいインドネシアに旅行に行っていて、そう、宿泊数1年超えてるんですよね。へえ、そういうのもあります。なんかつながりがあったんですか、インドネシアに？いや、親が好きだからですね。へえ、インドネシア、なんか実際あれですよね、きっとお好きなんですね、インドネシアの。そうですね、はい。どんな良さがあるんですか？そうですね、例えばよく行くのがバリ島なんですけど、良さ大きく2つあると思ってて、1つ目は、森とその海が両立しているんですね。いわゆる海だけのリゾート地だったり、そのなんだろうな、田んぼ畑がすごいある、うんうんうん、どっちかの方が多いかなと思うんですけど、どっちもその小さな島内で完結していて、どちらも楽しくできることが1つ目、うんうんうん、で2つ目は安いんですよね。例えばハワイとかグアムとか、よく言われる他のリゾート地ってすごい本当にいい場所なんですけど、うんうん、いいんですよね、うんうん、ただそれの半分とか3分の2ぐらいの価格で楽しめちゃう、うんうんうん、ここはすごいコスパ良くていいなと思います。うん、でじゃあそういうプライベートでもすごくこう進行があって、好きなところでインターシップのチャレンジをみたいなのを踏み出したみたいな感じだったんですね。かしこまりました、ありがとうございます。こうそういった大学1年生からチャレンジをされていて、今現在もその長期インターシップやられたりだとか、その業務委託でやられたりだとか、いろんなチャレンジしてると思うんですけれども、この先将来どういうふうになっていきたいなみたいなビジョンとかってあったりしますか？そうですね、プライベートとビジネスの大きく2面あるかなっていうふうに思うんですけど、プライベートで言ったらさっき言ったいいお父さん、かっこいいお父さんだったり、寝るときに今日も幸せだったなと思えるような、うんうんうん、人生を送りたいなと思っています。ビジネス面で言うと、この新しい常識みたいなものを打ち出して、日本に限らず世界の人を幸せにできる、そんな人になりたいなと思っています。加えて自分はその人から感謝されることでモチベーションが上がるような人間なので、そういった、機会を通して人からもありがとうってもらえるような人間になりたいなというふうに思っています。かしこまりました、ありがとうございます。そのプライベート面で寝るときに今日も幸せだったなっていうふうに思えるような人生を送りたいなってことだったんですけど、どうやったらそんな人生が送れると思いますか？そうですね、自分で意思決定をできる人生だと思います。というのも、後ほどのその夢のところともつながるんですが、自分でできる意思決定が、多すぎてもあれか分かんないですけど、少ないとその他の人に決められる人生になってしまって、自分の場合はその自分の道は自分で作るという言葉があると思うんですけど、そういう生き方が性に合うので、自分でより多くの意思決定をして自分なりの一日を送れた日はすごい幸せだったなって思うと思います。かしこまりました、ありがとうございます。その先ほど夢っていうのがあったんですけど、その夢っていうのは先ほどおっしゃってたそのビジネスのところが夢に当たるんですかね？はい、かしこまりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは本日の面接を終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想はいかがですか？そうですね、すごい楽しかったですね。それこそ小本さんが笑顔で明るく聞いてくださったので、こちらもすごい答えやすかったですね。じゃあ緊張とかはせず、自分なりのものを出せましたか？そうですね、出せたと思います。では自分なりの合否発表をまずお願いしたいと思います。今回の面接、自己評価合否発表お願いします。はい、どうぞ。です。おめでとうございます。理由は、もちろんもっとブラッシュアップすべきところがあるとは思うんですが、質問に対して端的に答えられたりだとか、先に全体感を例えば 何でありますとかを言ってから、それぞれ深掘っていったりだとかしていったところが、面接官が聞きたいことを答えていくっていうところにつながったのかなっていうふうに、この短い時間で自分を伝えられたというふうに思うので、今回は丸とさせていただきました。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ岡本さん、合否発表をお願いいたします。はい、はい、合格です。おめでとうございます。おめでとうございます。そんな落ちる要素なかったと思いましたけどね。気持ちよく会話ができて、質問の欲しいボールをしっかり返してくれる、適切な量で返してくれるなと思ったっていう風なところと、仕事できそうな感じがすごく伝わってきました。ありがとうございます。
それ以外のところで行くなら、はい、見てる方でもこういろんな失敗してる方って多いと思うんですけど、本質的なところで言うと面接官の視点に立つこと、